リンリンハローパラレールリンリンパラレルのリントです。今日はねシェフィーさんとの戯れ動画でございます。はい、もうハンドリングというよりはもう体で散歩させてる感じですね。最近ねこうやって触ってもそんなに怒んないんですよね、まあ、たまに怒るよ。やっぱり嫌だなっていうのとちょっと暴れたりとかねあるんだけど、基本的にはこんな感じです。ちょっとシェフィーこっち向いて、お向いた、シェフィー、はい、あ、そう、シェフィーのことでね、この間ちょっと質問があって、指どうしたんですかっていうのがちょこちょこあったんですけど、これ指はねもともとなんです。お迎えしたタイミングの時から指の欠損がちょっとあって、で、あのその時はね傷程度だったりとか、あとはなんだろうな、まあこのままどっちにしても指取れちゃうんじゃないかなっていう感じで、なんかくぼみみたいのがあって、それがある指がどっかにあるんだよな、この子。あ、もうないな、その指。まあ、あの指がね、あの、んー、ちょっと見せれないね、今ね、遊びに夢中になっちゃった。あー、ごめんごめん、遊びたいのにあっち行かせてくれよって感じだね。なんて言ったらいいんだろう、こうちょっとね細くなってる節の部分が細くなってる指っていうのがあって、でその節、あったあった、ここがちょっと分かりやすいかな。この親指の先のところ、親指じゃない小指かの先のところでちょっとこうくぼみがあるでしょ。今指やるんだけど、ここ、このこういう風にへこみというかくぼみというかあるでしょ、段差。そのまんまこの段差のところで悪くなっちゃって、指がね取れてなくなっちゃったっていうことが、まあこの子は多くてですね、もうそれはもう来た時からでございます。てか、あのその来る前の段階でもうすでにねそういう風になってた子でございまして、それがね後ろ足は特にひどくって、はい、ここ小指ないでしょ、でここも先端がないでしょ。で、ごめんね、ちょっと見してね。ここも、そう、小指がないでしょ。この子はね、もう最初からそういう子です。過去の動画見ていただくと、この子を迎えたタイミングとかに上げてる動画でね、一応説明はさせていただいているので、そちら見ていただけると幸いです。そちらでも言ってるはず。ちょいちょい、いろんな動画でシェフィーさんがね、映るときに言ってるはずです。なので、そういうものだと思ってください。ただ、この子、その指の欠損が気にならないぐらいに元気ですし、手の上ね、こうやって歩き回っても、結構爪で傷だらけだね。そろそろね、爪切りも気にしてあげた方がいいのかもね、ちょっとずつだけど、先端だけとか。あとはなんか、ヤスリみたいなものがあるといいのかな、ヤスってあげれるしね。はい。この子はね結構もう慣れてます。たまにシューとは言うんだけど、シューっていう程度です。あのテールアタックもほぼない、ほんとごくたまにやめろっつってシューあのテールアタックがあるぐらい。そうでね、この子はよく私がねクンクンしてるんですよ、こうやって。うん、なんかね乾燥した畳の匂いがするんだよね。乾燥した畳というよりは一回濡れて乾燥した畳みたいな匂いがするの、この子。わかるかな？なんかね、和室の匂いするんだよね、こいつ。うん。でもね、一回濡れた和室なんだよね。わかるかな？この匂い。サバンナモニターを飼育されてる人の意見を求む。乾燥した、そう、一回濡れて乾燥した、畳の匂いがするの。この子ね、そのちょっと香ばしい匂いがしてね、私好きなの。あとよくですね、なんか画像で写すとグロ画像というかグロ動画になるんで、写しませんけど、チューをしたりします。あ、今舌出したでしょ。かわいいね。はい、私はトカゲともキスをします。はい。この子キスしても怒んないの、本当に。写せるもんなら写したいんだけどさ。なんか、キモいじゃん。うん。この子が嫌がるんだったらやらないんだけどね。嫌がんないんですよ、ほとんど。
まあ、たまに嫌がるというよりは あっちに行きたい、遊びたいっていうのでこうやってね動き出したりはします。よいしょ。どうする、どこに行く、どこに行く。今いいよ、あのネット特に使ってないからキーボードいくら触られてもいいよ。キーボードカチカチしても問題ないよ。でね、今シェフィーとかやって遊んでるとね、ティローンって言ってるけど、遊んでるとね、フクロモモンガちゃんたちも出てくるんです。あってハルくんが出てきてるね。ハルくんはね、かまってちゃんだから。君どこに行くの、あのその奥に行きたい場合はダメ、あの奥の隙間から落ちちゃうから、あそっちダメです。ティローンっつってるけど、どこに行くの、ね、君はどこに行かれるんですか。そろそろね、もうちょっと大きくなったら君部屋散歩できるんだけどね。ここの机の上の散歩はあんまりあっちゃこっちゃいけないから、机の散歩はちょっとやめようか。ちょっとベッド行くかい。はい、どうぞ。あんたベッドでこうやって遊ぶのほぼほぼ初めてじゃない。たまにあったか。たまにあったね、たまにね。でこいつね、もう人慣れし始めてきてね、自分をちょっと人間だと思ってる節がある。自由だもんね。どこに行くの、そっちじゃなくてさ、あっち行って遊んでほしいんだよな。ねえ、どこ行くの、どこ行くの、どこ行くの、ねえ、どこ行くの、ねえねえねえ、どこ行くの。まあ習性的にね、狭いところとかに行きたがるもんね、あなたね。でも今狭いとこじゃないな、君な。すげえ上の方に登ってますね。どうですか、楽しいですか。できればそっちに行ってほしいな、そっち。そう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 、そっちならいいよ。変な隙間に入んなきゃ全然 OK です。あ、ちょっと怒った、ごめんごめん。でもね、今の程度なんです、シューっていう程度で。シューって言ってもね、テールアタックもないんです。あのそっちダメ、落ちちゃう。ベッドの端っこ行くと落ちちゃうよ。ねえ、どこ行くの、ねえ、どこ行くの、どこ、どこ行くの。そっちはいいや、そっちはいい、そっち端っこで変なとこ行かんから。そう、あの荒い子だとね、もうこうやってね、手をふってやった瞬間にもうすぐテールアタックなんですよ。でもこの子ね、ほら尻尾触ってもどこ行くの、あのそっちダメ、そっち隙間ある、下行けちゃいなくなっちゃう。君いなくはならん、あの探し出すのがすごくめんどくさくなる。めんどくさくならないとこに行ってほしいな。ちょ、楽しくなってさ、あなた突っ込んでいくのちょっとダメよ、そっちダメです。ちょっとあなた楽しくなってるでしょ。ダメです、ダメです。あ、絶対こいつ楽しくなってる。ほらほら楽しくなってる。違う、楽しくなってもいいんだけど、あの落ちる方向に行かんで、落ちる方向じゃなかったらいいからね。だからそっち落ちる方向なんだって。君君、千葉行くとね落ちちゃうの。だからさ、ねえ、だからそっちじゃないの、そっちじゃないの、行くならこっち、こっちに楽しくなっちゃうの。だからそっちに楽しくなっちゃわないで。ちょっとあなた、どう、動画わかってるな、逆にな。あ、こうがいいな、こうがいいな。そっちはね、ちょっとそっち落ちちゃう。あ、そっち落ちちゃうのよ、落ちちゃうの。ちょっと楽しくなってるでしょ、あなた。ねえ、楽しくなるのいいんだけど、あ、そっちだったらいいけど、あ、上はダメだな、それ上行けちゃうと隙間行けちゃうから。なんで上上がること覚えた、君。ドラキーから上に上がらんといて。ダメだ、こいつ楽しくなってる。ちょっともうちょっと大きくなったらな。あとあれか、変な隙間入らないように小動物用のハーネスとかをつけて、
ちょっと散歩のトレーニングっていうのもしてみてもいいのかな。そう、ハーネスでね、あの双子ヒゲトカゲとかもね、ハーネスでちょっと散歩をさせてる人とかたまにいるんだけど、一応できるはできるんだよね、この子もね。だから小動物用のハーネス買う気に散歩する、その方が変なところ入んなくて済むしね、紐つながってる分わかるしね。そうする、どうするね、その方がいいかい。ちょっとハーネス見てみっかな。なんか可愛いのつけてあげたいな。はい、って感じでございます。はい、今日はシェフィーさんとの戯れをしている私でございます。こんな感じ、あの多分結構走ってちょっと疲れたんだと思う。うん、心臓がちょっと速い、息がいつもよりちょっと速い、はぁ、あ、はぁってちょっとバテてる、そんな感じでございます。はい、ということで本日は以上となります。よろしければ、チャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローなどですね、あとインスタグラム、TikTokなどやっておりますので、よかったらそちらの方もお願いいたします。また、たくさん過去に動画上がっておりますので、そちらの動画を見ていただけますと幸いです。それでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントとシェフィーさんでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。